真空気の研究。うん、先週もお話しましたけど、僕らあの空気にすんごい支配される民族ですから。日本人って。はい、で空気に従ってなかったら KY とかって言ってやっつけられますからね。で、それがもうあの今コロナはコロナ危ない、怖い、自粛するのが正しい、あんまりうろうろしたりするのあかん、みたいな空気があって、うん、で、その KY を攻めるじゃないですか。はい、その KY 攻めるの最高級バージョンが自粛警察に。 なってるわけですよね。で、そんなもんに、まだコロナに殺されるっていうよりも、その自粛警察に、を中心とした、コロナやばいで空気に、今、社会は壊されてると。まあいう話がね、はい、まあ今回の雑誌で取り上げてる内容なんですけど、はい、まあこれに関連して今日はね、珍しくあの、所感で、 あのメッセージいただきました。ちょっと一部ご紹介いただけますかはい。ええ平方の孫悟空さん。不思議なんですが、藤井先生のおっしゃっていることを理解し、全面に出てくる政治家はいないんですかと。うん。あんまいないんですよね。あだから、それこそだから、一対一で話してる時には、まあまあそうやとか言うんですけど、でもだって彼ら、民主主義でね、選挙で勝たなダメじゃないですか。はい。 だから、やっぱりねあ、うん、僕の言うこと聞いて、正しいことやっても選挙で負けたら意味がないと思ってはるので、だから、どういう政策をやると日本国民が救われるかって、あんまりどうでもいいんですよ。二の次、三の次ぐらいで。はい、一番大事なのはどうやったら選挙で、 勝つ確率が高まるんかっていうことにものすごい興味を持ってるんですね。空気ですよね。そうそうそうそ。う <laughs> 彼らは操人形の空気の。僕はだから、いや、ほんまこうですよって言っても、あ、先生そうですね、と、僕との時には僕の空気に合わせはるんですけど、それはもう世論に出た時にはもう消費税、やっぱりやらなあきません。未来の責任のために消費税はやらないといかんのであります。おお、そうだそうだ、ってね。コロナやっぱり自粛しないといけません。やっぱそうだそうだ、みたいにね。こうなっていくと。 でね、じゃあその空気はどうやって作られてるんかっていうと、うん、これやっぱりね、まあ最近インターネットの時代ですとかね。なん、はい、やんかんやん言いますけどね。んやん、結局テレビやんけと。おうん。やっぱり、やっぱりテレビが空気作っとるわけですよ。ああ、なるほど。もう、なんテレビで怖いですよ。これの怖いですよ。もう、こ遺いも大変ですよ。うん、とか言うとったら、そう、PCR 検査、やらなきゃいけませんよー。<laughs> すごいすごい、やらんと危ない、危ない、危ない、ないとこうなって。<laughs> もうね、いや、コロナね、僕、侮ったらあかんと思いますけども、はいはい、あの、過剰に恐れすぎるのはあかんちゅう話があるわけですけど、うん、テレビ出てる人は、毎日後で責められたかなんから、怖い側怖い側、安全側安全側に必ず言うんですよ、テレビ出てる人。うんうん、で、しかも今ね、お医者さんが出てるじゃないですか、テレビ。はい。これお医者さんから聞きましたけどね、お医者さんっていうのは、必ずその人の、その患者さんのね、 のだいたいこれぐらいやな、という危なさを、だいぶ持って言うんですって。<ー>半年で治るやろうな、と思ったら、はい。あ、一年かかりますよ、って言うんですって。ああ、そうなんですか半年で治るやろうな、と思って、半年や、って言うてね。8割方はそれでいけてもね。やっぱり中には1割とか2割の人は、一年かかる人がいるじゃないですか。うんうん、そしたらその人、先生半年言うたやないですか。私一年かかってるっていうことは、先生、破医者でしょってなるわけじゃん。 もうそれをね、散々言われて、もう、生き生きしてるわけですよ、お医者さんの方も。そのリスク回避で。そのリスク回避とりあえず1年言って。もう、もう、だから半年で1年とまだましで。一、うん、月やけど1年とかね。うん、もう、なんか半年やけど、まあ2、3年かかることもありますし、ぐらいに言って。2>, うん、2、3年なんか。で、そういうといて半年治ったら、いや、先生のおかげで半年治りました。ありがとう先生ってなるじゃないですか。なりますね。だからね、お医者さんの利己的な動機から言うとね、正確に言うことには何のメリットもないんですよ。う だから、<ー>とにかく、やばいでやばいでとこう、やばい盛りをしていう癖がついてはるんですよ。うん、で、特に今回、一人の患者さんでもそうでしょはい。ほん今、テレビ見てやったら、見てる人がもう、100万人とか、何百、何千万人とかじゃないですか。もんその中で、ま、クレームする人もいるやろうと思うと、もう、1ぐらいで、ところも、100とか1000とか1万ぐらいにははるわけですよ。 で、しかもテレビ全体が、まあ、も、もちろん危ないよ危ないよって言った方が、視聴率も上がるっていう構造があるじゃないですか。あ<ー>だから、このテレビの視聴率取りたいという動機と、お医者さんの自分の立場守りたいという利己的な動機が、こう、け算になって、はい。すさまじく、やばいでやばいでを毎毎、毎朝毎夕、毎朝毎夕繰り返すことになるわけですよ。しかも、ステイホームでテレビ見てるでしょ、みんな。うん、見てますね。ほほほほ。 だからねあのこの間はあのコロナじゃなくて空気があの日本潰すって言いましたけどね今日はね、はい、パンデミックそのウイルスのパンデミックじゃなくて情報のパンデミックが世界を滅ぼすんやという話を今日はしたいと思います、うん、今日のテーマは新空気のの研究パパート2情報のパンデミックが世界を滅ぼすまずねこのパンデミックっていうのは感染拡大っていう意味ですよねまあ、世界的流行っていう意味がまあ、はい ありますけれども。はい。で、これも、まあ、あのコロナが広がってきますよっていうことなんですけど、うん、まあこれになぞらえた言葉でね、インフォデミックっていう言葉が、あ,あるんですよ。あ、はあ、これインフォメーションのパンデミック。だから情報のパンデミック。これインフォデミックっていう言葉があるんですけど、はい、ま要するにね、コロナ怖いよとかっていうデマが、うんうん。はびこって、うんうん、それによって過剰自粛をして、政府が過剰対応をして、経済と社会が潰れていく。 っていう帰結をもたらすわけですよ。だからインフォデミックっていうのはこうデマが広がっていって被害が出るという意味なんですね。コロナが広がっていってえと被害が出るんじゃなくて、デマが広がって被害が広がっていくというのをこれインフォデミックとこう言うんですけどね。はい、今回のこの真空気の研究でもやっぱりね、あの空気っていうのを考えるときにはやっぱりこうマスメディアの影響力って一番大事やなということで、結局空気を支配しているのはまあマスメディアやと。 その中でもやっぱり特に、まあテレビやと。でね、今回でもね、やっぱりこのマスメディアに特に焦点を絞った記事をね、二つ、あの、寄稿をいただいてるんですけどね。はい。一つあの、久保田さんってこ、ジャーナリストの方でね、えー、マスメディアは新型コロナをいかに報じたかとう。うん。いう、まあそんな記事を書いてあって、この久保田さんこういうことをおっしゃってるんですよ。情報番組で、もうずっと、もうコロナ危ない危ないとこう言ってると。その危ないのを避けるためには PCR 検査を全員やらなあかんと。うん。まあこう言ってる pcr 検査を増やさないと日本中が死者で溢れかえるという過度な恐怖訴求を繰り返していたと。<ー>僕ね、えー、っと、あんまりテレビ見ないんですけど、なんかこう、3月の頃とかね、4月の頃とか、まあ、家にもいるし、やっぱちょっと情報収集でテレビ見なあかんと思って、見ますやん。そ、はい、したらね、1時間ぐらい見てたらね、 怖いんや、これ、と。うんうん、気持ちがちょっとブレていくんですよね。ほん、はい、で、テレビ見って、普通にいろんなデータとかいろんな論文とか読んでたら、うん、過不足なくコロナの恐怖度っていうのは、あの、適正な水準に戻っていくんですけど、当時はなんか PCR 検査を増やさへんかったら、日本中で死者が溢れかえると。まあ、そんなトーンだったと。うん、で、そんな報道被害の最大の犠牲者が、 現場で必死の治療に当たっている医療従事者であることは言うまでもないと。いやもうそうですよね。これね、なんでかって言ったら、PCR 検査みんな受けていったらね、無症状とか軽症でほとんど風邪と同じような症状しかないのに入院させられると、うんで。でも実際、コロナが体にあるけれども、そのウイルスが細胞に入ってなかったら、これは病気じゃないんですよ。 で実際、ウイルスって山ほど空の中におってね、はい、こういろんなところに潜んでるわけですよ。だから、そいつが悪さをしたときに、初めて病気っていうわけでね、はい、見つけて隔離せなあかんとなると、すぐ医療崩壊が起こってしまうから、現場はもう本当、大混乱に陥るという状況があるわけですよ。これも、他のお医者さんもね、いろんなあの別の記事でもおっしゃってますけどね、でさらにね、久保田さんがおっしゃって恐ろしい話がね、岡江久美子さんがお亡くなりになったじゃないですか。はいはい どんな報道があったかっていうとね、お葬式が終わって、遺骨をご自宅に戻って来られたところをライブ中継してるんですよ。えー、ちょっともう何考えてね、お前みたいな。それについてね、うんえー、こういうことをおっしゃってます。あの、そういうことに関しては公益性がね、あるとも言い難い上、コロナで亡くなった人を見せ物にすることで、家族にさらに深い悲しみを突き落とすことになってしまうという問題があると。うん で、そこまでしてね、なんか、いやっとこうやって骨なってまんや怖いわみたいな、ことを、うん、もう恐怖を撒き散らしてるということをね、はい、この、言ってはってね。はい、で、こういう現象はね、何かっていうと、マスメディアが恐怖や不安にフォーカスを当てた報道を繰り返すと、その情報をシャワーのように浴びた人々は、わかりやすくパニックに陥ると。 これはまあ,まあパニックになっちゃうんですよね、こんな毎日聞いてたら。いやそうですよね。で、これはいわゆるアナウンス効果と呼ばれる現象だと。うん、だからやっぱりね、こういうテレビ、メディアの煽りが、結局ね、もう、そのアナウンス効果をもたらして、うん、でそこまでお怯えんでえのに怯えさせてしまうということが、まあ、起こってきてしまうというのをね、うん、おっしゃって。だから、やっぱりこういう報道姿勢がね、空気を、日本の油んだ空気をも作って、インフォデミックをもたらしてるっていう。 ま、ことなんですね。さらに、松林さん。松林さんっていうのはずっとあの、逆張りのメディア論って言って、連載をずっとやっていただいてる方なんですけどね。彼がね、こういう記事を書いてくださってるんですメディアとのソーシャルディスタンスを取り戻せと。うん。うん。これね、この間言った話ともちょっと近いんですけど、何があったかっていうとね、文章を読みますとね、新型コロナは中国が生物兵器として開発したものだ、という陰謀論や、このままでは日本で40万人が死亡するといった脅迫まで、 え、真偽不明の情報がネット上を駆け巡ってると。松林さんがね、ここでご批判されてるのは、特に後半のね、はい、このままでは日本で40万人が死亡するって言ったのはね、うん、これ現京都大学医学部教授の松浦さんちゅうのがおるんですけどね、まあ、うちの同僚になるやつがおるんですけど、はい、北大でしたっけどね、当時はね。はい で、この人何言ってたか言ったらね、うん、あの、もしも日本で対策何にもしなくて、もしも日本の感染速度がドイツと一緒だったら、みたいな。この二つのもしもがあった時に、40万人死ぬ言うとおるんですよ。 うん、なんか今日煽りすぎですよね。その二つのもしもは、はい、ありえねえな話なんですよ。うんだって対策してないなんてありえない。日本人はマスクしてる、手洗う。アルコール消毒してる。アルコール消毒してる。もうそれだけでも全然感染速度変わってくるし。で、しかもドイツと日本で全然違うなんてことは僕らも3月の時点でも、もう,もうほぼほぼ分かってたわけですから、4月なんかっても完璧に分かってたわけで。うんうん それでマスコミがそれ煽ってね。うん、これがもう本当に恐怖を煽ってしまって、うんで、先ほどのそのテレビ、メディアでもすごくね、何度も何度も取り上げられていってしまったわけでしょう。だから、この松前さんがおっしゃってるのはね、そんなメディアとは距離取らなあかんと。 あ、そういうソーシャルディスタンスそう,そ,うそう。だからメディアとソーシャルディスタンスを取りましょうと。はい。ほいで、ね、彼がね、英、え、語、ー、と言うてますよ。リアルな、だからメディアとのソーシャルディスタンスを取ると同時に、リアルな体験を取り戻す努力をしなければならないと。 追幻想ですね。友達だとか、彼女だとか、そういうね。<laughs> はい。こ実際の人間と会って、いろいろとこう、情報交換をしてたら、うん、こう、なんか、っと昔なってるところが、こう、ふっとこう、熱がこう、冷めてって。うん、で、そうしとけば、わけのわからん言説に騙されることもなかったわけですよ。もうなんかね、めちゃくちゃなんですよ。うん、そしたらね、なんかもう、このね、めちゃくちゃなこの世の中ね。はい、で、テレビもめちゃくちゃ。で、テレビで喋ってる専門家もめちゃくちゃ。で、そのテレビ見てる人間もめちゃくちゃ。 世の中めちゃくちゃになるじゃないですか。うん、その世の中めちゃくちゃに対して、ふざけるなという映画を作った人がいるんです。うん、監督はオリバー・ストーンで。脚本を書いたのがタランティーノって僕の大好きな人なんですけど、もう僕はこの映画にめちゃくちゃハマりまくってた映画があってね。その映画はナチュラル・ボーン・キラーズっていう映画なんですけど、それのまあ主題歌というか、サントラのレコードから一曲ご紹介しましょう。9インチ・ネイルズのバーン。 これあの、1994年、タラン・キーの脚本、オリバー・ストーン監督の、ナチュラル・ボーン・キラーズの、まあ、一曲なんですね、はい。これはね、確かあの、後半、暴動が、その暴動の、まあ、シーンで使われてたと、まあ、思うんですけどね。これね、あの、どんな話かっていうとね、俺たちに明日はないの、ボニークライドには、まあ、ちょっと似てる映画でね。まずね、ナチュラル・ボーン・キラーズ、はい。ナチュラル、自然にボーン生まれるキラーズ、殺人者として。うんうんうん。 だから、<laughs> 殺人者として自然に生まれた人たちっていう、殺人者っていう、殺人者たちっていうね、はい、<laughs> すごい映画でね、うん。これあの、どんな映画かっていうと、ミッキーマロリーっていう、ま、女の子と男の子がいて、はい、女の子の方はね、お父さんにずっと性的虐待を受けてるんですよ、うん。そこにこう、肉やかなんかのね、この男の人が、ごっちそが出てきて、助けてあげるんですよ。で、お父さんとお母さんもぶっ殺すんですよ、そこで、はい。ぶっ殺すんですけど、その弟だけは一応助けてあげるんですけどね。 で、もうそこで、その二人は、もうお父さんとお母さんぶっ殺しちゃうから、もう私たちこれはもう死刑になると。だからもうこれはもう行けるとこまで行っちゃおうということで、二、うん、人でそこでこう家を飛び出し、まあ当然飛び出しますんで、ね、お父さんお母さん殺してるから。はい、で、飛び出して二人だけの結婚式を立教の上で手に、でナイフで切ってね、その手で血を合わして、はい、で結婚するんですここのシーンが本当に美しいんですよ。はあ、で、それでも二人でずっと走っていくんですそれでその道すがらもう徹底的に人を殺していくんですよ。 はい。え、こんな風に殺すのこれみたいな。うん。びっくりするぐらい人殺してるんですよ。ええー。この映画のポイントは何になってるかっていうと、お父さんがもうずっと性的虐待してるから、この世の中が腐り切ってる地獄やってことなんですよ。うん、で、そのお父さんについてってて、娘のこと全然守らなかったおかん。はい。もう、もう、クズなわけですよ。悪ですよね。で、そこを放置してる社会だから、この二人にしたら、もうこいつら全員死刑でええやんけっていうことに、まあなってるわけですよ。で、どん,どんどんどんいっぱい殺していって、それがね、もう有名になってくんですよ、テレビで。はい。 いや、今年は何人殺したよ、ミッキーが。マロリーが。こんな風に殺したらしいぜ、とかっつってね。そんな報道されるんですかそうそうそう。そうやってね。 大人気になっていくんですよ。ミッキーミッキーマロリーマロリーとかなっていくんですよ。これで、そいミッキーマロリーは、だからって、へへへって、喜ぶわけでもっとバカじゃねえか、こいつらって思ってるわけですよ。もともとこの世の中なんて、もう、腐り切ってると思ってるから、テレビで人気あったって、知らんがな、と。こうなる、なってるんですよ。なんかちょっとジョーカーに似てますね。あ、そう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 。そうそう、ジョーカーと一緒なんですよ。これで、まあ、最後捕まっちゃうんですね。で、捕まっちゃって、これでテレビで視聴率、それらディレクターみたいなのが出てきて、インタビューさせてくれよ、とかつって。インタビュー、どうたる、こうたらだぜ、とか言って、こうインタビュー。 取ってで、最後の刑務所で暴動を起こして、もう皆,皆殺しにして、で、テレビのカメラまでバーンって殺して、はい、で、二人はどっかに消えていくと。 これね、タランティーノドリバーストーンでちょっと意見が割れたらしいんですけど、多分タランティーノはこの二人はね、絶対どっかで死ぬという結末を取るんだと思うんですけど、はい、多分ね、タランティーノが途中で降りたからだと僕は、僕は想像してるんですけど、二人は最後ね、エンドテロップが流れるところではね、うん、すごく幸せな夫婦になって、<う>子供を育ててるっていうシーンではあるんですよ。へー まあでもそれはそれでも僕はまあええなと。<ー>だって悪いのはテレビのクズ野郎どもであって、そのテレビに踊らせる鳥る野郎どもがバカなんだから、はい、こんなこれぐらい殺してもええやんけという映画になってると。はあ<ー>。この映画で描かれているテレビの腐りっぷり、この世の中の腐りっぷりっていうのと、今のコロナやばいよ空気を作ってる専門家どもとか、テレビマンたちの視聴率取りたいから煽って煽ってっていうのとも一緒やなと。この映画で描かれているその怒りというものと非常に重なるところがあるなと。 さあこの収録は14日金曜日のお昼1時頃に行っていますが、はい、そろそろ終わりりの時間となりました、ねまあ、今日はこのインフォデミック単なるウイルスのパンデミックじゃなくて情報のパンデミックの問題をね取り上げてでその中でやっぱり一番悪さをしているのがテレビやなと、うん、まあいう話でね。 でこのテレビが世の中を悪くして世界をもう地獄のような世界にしてるんやというのを描いたのが、まあ、ナチュラル・ボーン・キラーズという映画の話だったわけですけどね。やっぱりね この状況どうせなあかんねんっていう話がやっぱり必要なわけですよ。で、それでやっぱりこの先ほど松林さんが言ってはったのは、そのメディアとは距離をとって、はい、で、リアルな体験との距離を近めましょうという話ですよね。うんうん、でもね、今ね、これが一番やばいのが、あのー、できるだけ自粛して家に居ましょうということになってるじゃないですか。はい、だからね、今回のインフォデミックはね、あのー、単なる普通のインフォデミックと違って、 インフォデミックから抜けにくいインフォデミックなんですよね。家にいさされるから。うん、かリアルな体験から距離を離すから、その相乗効果で、どん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 気が変になっていくインフォデミックの構造があってね。で、その結果、ヨーロッパなんかも完全におかしな方向に行っちゃってね。もうロックダウンしたらええみたいなことになって。で、アメリカもそうなって。で、中国みたいな、なんていうか民主主義ではない。うん、インフォデミックの影響が一番少ないのが実は中国なんですよ。 だって民主主義じゃないから。一応、はいはい、人民の共和国ではありますけれども、<laughs> まあ、あの、習近平が決めとるわけですからね,ねあの。中国共産党が決めてるわけですから。はい、彼らは合理的な政策判断に基づいて、はい それで政治を運営することができるから、インフォデミックの毒画にかかりにくいわけですよ。うんうん、でその中でやっぱり中国独一人ちっていう状況になって、あ実際にそこで香港をゲットできたわけじゃないですか。今らね、問題です、ねね、で次台湾ゲットしようかと。はい、で、GDP がもう軒並み30%、40%、50%、60%とへこんでってる中で、中国はプラス成長をしたり。 最新はちょっと凹んでましたけど、それでもね、ほとんど横ばいが微増というような状況にね、一応早くなってるわけで。だから中国は、あのー、習近平を中心にね、政策論をがっつりやると同時に、ファクター X の力もがっつり使ったわけですよ。はい、だってあの、パンデミック広がりにくいから中国は。うん、ところは日本バカだから、政治もアホ、インフォデミックでズタボロ。で、ファクター X も全然活用できてない。はい、で、ヨーロッパに準ずるような GDP の既存、 受け取るわけでしょで、亡くなった方っていうのは、ファクタークスおかけで少なくはありますけれども、経済もズタボロになっててね。はい、で本当にね、これはもう、で、お隣の中国はどん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 上に上がっていく、日本これからダメになっていく。話される一方です、ね。そうそうそう。だから、やっぱりね、その、今回のインフォデミックの被害を最も受けるのは、ある意味日本。 とも言えるわけですよね。はい、中国がそばにいるっていうのもあるし、うん、であのまともな政治もできないっていうのもあるし、うんうん、であの元々空気読むの得意じゃないですか日本人。そうですね。<laughs> 合わせるのがね、そう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 。ね、う最悪の状況になっている中で、うん、まあこれをどう乗り越えるかっていうと、あのこの松林さんがおっしゃってるようにリアルな体験をね、はいえー、重ねていく必要があると。うん で、同時に、この間もね、When I Fall in Love を説明した時も、その共同幻想の空気に対抗するには、一対一の、いろんな人間関係の中での、いろんな対話だとか、コミュニケーションだとか、その空気だとかね、二人、二人きりのね、空気を、をちゃんと心に携えていくと、ま、買っていくことが、ま、できると。それをね、今回、あの、我々、あの、座談会をやって、その座談会のタイトルがね、これ空気に抗う社交の力。 要するに、社交って人と人と会いましょうっていうことですから、うん、まあコミュニケーションって言い換えてもまあいいですけどね。これコミュニケーションをやることで、初めてこの空気というものにこう対抗していくことができるんだと。だって人って人との関わり合いの中で生きているじゃないですか。全くそうなんですよね,ね。それを閉ざされてしまったら、本当に孤独ししちゃう。そもそも人間って字書いてみてくださいよ。はい、人間。何度、ねうん、書きます人間は、 人とこう人がこう支え合ってる間そ,、ね、そうだから人間っていうのは間が入ってるんですよ、うん、これ人間関係ってことなんですよああはいはいだから人猿一匹じゃないんですよ、うん、ちゃんと支え合ってまあそれもこれもそうだし、うん、間っていう字がありますからね、うん、人と人がいて初めて人間になるんですよ一、うん、人だけ宇宙空間に漂ってた人間じゃないんですよ漢字ってすごいですねそうです <laughs> 一つの人間がある。だから、コインの表っていうのは裏があって初めて表があるじゃないですか。はい。それと同じで人間っていうのは人がいて初めて人間になるんですよ。ついですね。そう。で、人がいなかったら、うん、これも単なるカタカナで書く猿の人になるんですよ。ああ、はいはい,はい、はい。だから、カタカナの人じゃなくて人間である以上は他者が必要であって。うんうん、だからね、やっぱりいろんな人とね、会うっていうのが我々の人間が人間であるための人間性を取り戻すためには他者と どれだけの時間を過ごすかということに実はかかってるんですよね。うん、だからね、一番コロナの恐ろしいとかそこなんですよね。で、そこを合わさないようにしてるからみんな飽きが、ちょっと、ね、なんかおかしくなってしまって、うん、で、インフォデミックに随分やられてしまうということになってますから、うん、ぜひね、はい、あのー、外出ていろんな人と、まあ、感染広げた絵っていうわけじゃなくてね、そこはちゃんと半自粛で注意しながら、はい、あの、人と会う頻度は下げないようにしていただくのがいいんじゃないかなと思います。はい